水中での動作に問題なさそうですか？なんとか慣れるまでもう少し時間が必要そうですね。排気士の活動信号を検出したわ。みんな気をつけて。エクセキューターさん、シャーリーさん、水中での戦闘はこれまでとはだいぶ勝手が違います。気をつけて対応してください。来たわ。大丈夫ですか？先ほどの戦いでかなり体力を消耗したはずです。一回休憩を取りましょう。水中で戦うのは確かに大変ね。私は平気だなエクセキューターさんは適応力が高いんですね。イーネさんが初めて水中で戦った時のことを覚えているのですが。大変だったの？彼女は強がりなのですよ。水中戦に適していないドロイドの体で無理に頑張っていたんです。その後インニスの研究者に彼女の調整とアップグレードをお願いしたのですが、今や彼女が僕たちの中で一番水中戦が得意かもしれません。この辺りの排気種、前回ここに来た時よりもかなり活発化しているようね。はい、排気種の個体群はずっと拡大傾向にあります。マーク正体がここを離れられないのはそのせいです。しかしマーク正体の力だけでは日々増大するこの脅威に対抗しきれません。僕もエルリック様にベラの現状を説明しました。今後アーシャからより多くのエクセキューターを派遣してくれるそうです。さらなる危機が訪れる前に何としても阻止しなければなりません。では出発しましょう。早急にミラポリスとの通信を回復してユリン様に異常を報告しないと。もっと深く潜りましょう。気分が悪くなったらすぐに教えてください。特に変な感じはしません。それは良かった。それにしてもインニスは冥界の深海エリアにあるのね。本当に不思議ね。インニスエリアに身元不明の侵入者です。ID の認証を。ID を確認しました。ミーヤ様、
インニスへお帰りなさいませ。人工海流装置よ。これがあれば短時間でインニスまで行けるわ。このドロイドたちは？水門の動的データを収集するパトロールドロイドです。洞窟内の蛍光石も集めています。蛍光石って、どこかで聞いたような。ええ、蛍光石は冥界エリアにも広く分布しているの。インニスの主要エナジーの一つよ。でも、蛍光石は通信信号に干渉してしまうの。ひとまずここを離れましょう。この先がいいんですよ。当初、移住地として建設された小さな町と比べると規模になったわね。そして今の開発は着実に進んでいる。地上は都市の建設や拡張には適していないし、ミラポリスが収容できる人口にも限界がある。それに比べてインニスにはまだまだ開発の余地があるし、海底は天然資源の宝庫でもある。インニスはこれからもっと発展していくでしょうね。水中都市か、なんだか想像できないわ。ええ、第二都市のプロジェクトが始まった当初は誰もが夢物語だと思っていた。でも水を遮断するフォースフィールドの発明によって不可能なはずの計画は現実になった。そんなことまでできるんですね。ええ、みんなの努力と奇跡の賜物よ。リンヤ様、お迎えに上がりました総務副官のロイです。フィオナ様が議事堂で皆様をお待ちです。待たせたわね。私は別に。ですがお急ぎください。フィオナ様をあまりお待たせしないよう願います。ここがインニスよ。居住エリアはこの周囲にあるの。人口はミラポリスより少ないけど、なかなかの活気でしょ。ええ、水中で町を維持してるなんてすごいですね。そうよ。インニスはミラポリスより小規模だけど、オフィサーの負担は決して軽くない。ユリン様は元はインニスのオフィサーで、その後をフィオナさんが引き継いだの。でも心配しないで、彼女は怖い人じゃないわ。
フィオナ様、こちらルシウス部長が整理した巡回報告書です。パトロールドロイドの巡回ルートが変更になっています。特に注意が必要な重点エリアには印をつけておきました。助かるわ、ありがとう。それにしてもルシウスはどうして働いているの？医師に家で休むよう言われたはずでしょ。家で何もせずゴロゴロしていると病気が悪化する。仕事に没頭するのが一番の薬だ。ルシウス部長はそうおっしゃっていました。仕方ないわね。あなたとロイで仕事を分担してできるだけ働かせないようにしてあげて。はい、しかるべく手配いたします。それでは失礼いたします。久しぶりね、リンヤ。いい知らせでも持ってきてくれたのかしら。期待にお応えできる自信はないわ。今回の通信トラブルは範囲機種が第10通信基地を襲ったことが原因よ。復旧にはまだ時間がかかるわ。ユリン様はすでに対応に乗り出しているわ。インニスの状況を心配して私たちをここに派遣されたの。状況はどう？芳しくはないわね。最近多くの重要施設が範囲機種の襲撃を受けているわ。けれど対応は進めている。トンネルの範囲機種はひとまず制圧したし、通信システムと長距離転送ゲートは今修復させている。その他は今のところまだ報告は受けていないわ。分かった。転送ゲートの修復が済むまで私たちはインニスに滞在して範囲機種絡みの仕事を手伝うわ。こちらはアーシャから来たエクセキューターとシャーリーさんよ。私たちがお役に立てることを願うわ。皆さん、インニスまで遠路はるばるご苦労様。まずはゆっくり体を休めて。大丈夫よ。その代わり昔話にでも付き合って。最近はどう？相変わらず仕事一筋ね。時間があったらもっと会いに来てよ。それはもう少し先になりそう。暇ができたらね。約束。ちゃんとラビーも連れてくるのよ。遅くなったけど誕生日プレゼントを渡したいの。子供たちが安心できる日常を守るためにまだやるべきことはたくさんある。そうね。何か言いたいことがありそうね。シャーリー、ここに通信を遮断するバリアを張ってもらえない？レビリアが目覚めたわ。レビリア？彼女は無事なの？はっきりしないけど、今の彼女はまだ範囲機種の意識の影響を受けている。ネストマザーと呼ばれる範囲機種がインニスを狙っていると彼女は教えてくれた。インニスで範囲機種の活動が活発化していることと関係しているのかもしれない。ネストマザーは範囲機種のリーダーなの？それについては私たちも今のところ正確な情報をつかめていない。あなたも気づいていると思うけど、今回のインニスとミラポリス間の通信遮断は単なる事故じゃない。範囲機種は防御設備の整ったミラポリスとインニスを避けてあえて脆弱な地点に攻撃を仕掛けた。そして連絡手段を断ち切ることで相互の支援を不可能にした。それこそがネストマザーの狙いだったかもしれない。ミラポリスへの増援要請を断ち切ってインニスを孤立させる。それとネストマザーの他にも警戒しなければならないことがあるわ、フィオナ。第10通信基地を調査したところ、奇
星型の廃棄種が存在することが分かった。とりあえずディスガイザーと呼んでいるんだけど、ディスガイザーは人間に寄生する能力を持っていて、宿主を操り人形にしてしまうの。それに既存の技術では寄生された人間を見分けるのは難しい。見た目は普通の人間と何も変わらないから。それは廃棄種に操られている人間がいるかもしれないってこと。インニスにいる全員が疑わしいわ。もちろんあなたも例外ではない。相変わらずね。分かったわ、その情報。ちょうど私の推測と辻褄が合うのよ。マーク正体によると、一部の廃棄種の間で今までと違う動きが見られるそうよ。明確な目的を持ってこちらを撹乱しようとしているみたい。私たちを撹乱して真の目的を隠そうというのね。私が今回マーク正体をトンネルの増援に向かわせたのは、まさに。フィオナ様、リンヤ様、失礼します。緊急事態です。シロさんから数分前に彼女が設置した水門モニター装置が再び異常を捉えたと連絡がありました。しかしシロさんとの通信はすぐに途絶えてしまい、同時に彼女の活動地域で廃棄種の信号が急速に増え始めたんです。この件は私たちに任せて。ええ、頼むわ。急いでシロさんの援護に向かって。ワンリン、クレインに分析を急ぐよう伝えて。廃棄種の動きを把握するのに役立つかもしれない。ロイ、周辺海域の警備レベルを上げて。それから住民には危険区域に近づかないよう注意を呼びかけなさい。わかりました。廃墟の剣